2020明治安田生命 J3 リーグ第14節ロアッソ熊本対 AC 長野パルセイロ熊本市の笑顔健康スタジアムです。本来この試合は9月6日日曜日に行われるはずでしたが、台風10号の影響で今日9月9日に延期されました。画面向かって右側ホームロアッソ熊本、左側白のユニフォーム AC 長野パルセイロ。それではホーム熊本のスターティングメンバーです。ゴールキーパー内山、右に黒木が入っています。小笠原、酒井、石川、アンカーの位置に川原、インサイドハーフに岡本、上村、フォワード右から中原、高橋、谷口です。続いて AC 長野パルセイロのスターティングメンバーです。ゴールキーパー阿部、右に川田が入っています。広瀬、浦上、水谷、中盤深い位置に坪川、右に藤山、左に東、そしてフォワード好調の三田、吉田、佐藤と並びます。長いボール、ゴールキーパーまで戻します。このミスがどうなるか、かわして持ち込むスルーパス、最後触ったのが熊本の選手のようにも見えましたが、ゴールキックの指示です。飛び込んでいった東博士、わずかな隙を逃しませんでした。ついてきた、ただそのままずるずると、あ、切り込む、長野チャンス、入れたのはサイドネット向こう側、マークはついていました。しかしこの突破を止めることができませんでした。谷口がついていました。コースを狙っておいて高橋、戻しておいて石川、簡単には出さない、まず角度をつけておいてそのまま打っていった、遠いレンジから打ってきました川原颯、ハッとするようなシュートでした。サンダがボールをキープする、カットした伊藤、グラウンダー走り抜けていく、右足ポストのわずかに左、天を仰ぎます高橋。キーパーの阿部がよくコースを消していきました。股を抜いて石川、ワンツーで折り返す、グラウンダーわずかに合わないか、高橋が飛び込んでいきました。これがストライカーという飛び込み、どう攻める長野、回ってサンダーアクセントをつけておいて、グラウンダー素晴らしいシュート、先制点長野、三田直樹、エースの一発、岡本右を使う、長野のプレッシャーが空いている、簡単に中に放り込む、腰込む、エース谷口、得点王ランキングトップに並ぶ見事な同点弾。村上が左にはたいて、もう一つ外へ、中折り返す、サンダがこの位置、フリーになった、アウトサイド、オフサイドのフラッグは上がらず、長野勝ち越し、スルッと抜け出しました。相澤、石川に合わない、長いホイッスル、
今日はアウェイ、見事に追加点を重ねてみせました。2対1、熊本はホームで初の黒星となりました。